終焉弓狙いでガチャしたら、赤砂出ました。フータを引く予定だけど、セノ以外誰か会いますか？ぶっちゃけ赤砂の杖はセノにしか合わんよ。分かってたとは思うけど。まあ、何？さっきも言ったけど、終焉弓とか、終焉弓。例えば何？フータオと一緒に水元素キャラって絶対使うじゃん。で、例えばイエランとか持ってたら、イエラン入れて、で、イエランに武器終焉弓とか持たせたらさ、簡単にフータオの熟知100、200上げられるわけで。そしたらちょっと赤砂の杖も生きてくるのかもしれない。ただまあ、フータオは5までいいからな。フータオは5番がぶっちぎりのダントツ、まあ、もともと強い武器だし、フータオに相性よくデザインされてしまう。5万の方がいいよね。どうなんだろうな。でもなんか今後赤砂の杖は熟知上げられるサポーターが増えてったり、武器が増えてったり、あとナヒーダも多分熟知チーム全員上げてくれる効果あるよな。多分知らんけどあるよな多分。わからんけど。まあ、草の国、知恵の国だし、草元素共鳴は熟知上がる効果だし、まあ、ナヒーダへの期待も込めて、ワンチャンはあるとだけ言っとこう。まあ、これから熟知サポートする効果が増えていけば増えていくほど、赤砂、来てよかったのかなとはなるのかもしれん。いや、一番の問題は、槍が全部インフレしてることなんだよな。強い槍が多すぎてね。それに勝てる気がしないっていう話。本当に、こんな感じですね。